2018ミニバイク生駒チャンピオンシップ最終戦ヒッツバイク決勝スタートしました。ちょっとおっと出て遅れた、岡田ひなた遅れましたが、どうしたでしょうか。さあアウトサイドから一気に行った選手もいますが、ちょっと若干岡田ひなたが出遅れましたが、まずは先行体制14番の片田、片田が先行し、そして岡田ひなた3番手になっている長谷川相馬という体型です。ちょっと気をつかれた感じでしょうか。岡田ひなた遅れましたが、まあスピードは十分持っています。4番手に31番の木村航基選手、さあ8周の攻防あっという間に追いつきました。岡田ひなたが仕掛け加減のコーナーワークですが、しかし踏ん張ってゼッケン番号14番の片田先行します。さあ岡田ひなたスピード的には十分持っています。オープニングラップ取りました、片田選手です。渾身のスタートが張り込みました。さあアウトサイドから豪快にねじ伏せようと岡田ひなた思い切っていった、上がりました。豪快なつけ回り、21番の岡田ひなたが早くもトップ、2番手がゼッケン14番の片田大志、3番手になっている51番の長谷川相馬、そしてその後ろになっている31番の木村航基選手という体型です。さあここで岡田ひなた選手、さああとただ残る目標は自身のレコードタイム、さらなる上塗り37秒43秒上回ってくるか。岡田ひなた先頭です。そして懸命の追走片田、ちょっとでも岡田のスピードを積みたい。3番手になっている長谷川相馬、そして4番手が木村航基選手。さあどうでしょう、片田選手はタイトラと同じようなタイムを叩き出しましたね。このまだ2周目なんですが、片田選手も進化が見えてきます。その後ろに長谷川相馬、木村航基、残り6周回です。岡田ひなた、もうキッズカテゴリーはこれで卒業という感じ。さあ最後にもう1回レコード、もう1回レコードを37秒432を超えていきたいところ、ホームストレート38秒1、そして片田39秒4、お片田速くなっている、そして長谷川相馬40秒4、木村選手が続いています。レースというプレッシャーが人を速くします。片田選手もタイトラよりもコンマ3秒速くなりました。さあ岡田ひなた、キッズ最後なんとしてももうちょっとレコードを叩き出したいところ、すでに2本のレコードを叩き出しました。オウムストレートに帰ってきます。2番手片田、3番手長谷川、4番手に木村選手といった体型。さあどうか、スピード十分38秒4、2番手片田選手39秒6、長谷川選手が39秒8、ベストが出ました、自己ベスト。そして長谷川選手もタイトラよりも速い感じで来ています。進化が止まりません。その後ろに木村選手は40、木村選手も速くなってますね、タイトラよりも速くなっています。木村選手44秒3というラップタイム、あと半分です。さあサイドのレコード上積みへ、岡田ひなたどうか、7秒986、ちょっとコンディションきついんですかね。先ほどまでの切れ味、やはりちょっとねタイヤも減ってきますし、いろんなコンディションの変化もあります。ちょっとあったかくなってきているのもね一つの要因かもしれません。あったかくなるとエンジンの効率が、回転効率が悪くなります。2番手片田39秒3、3番手長谷川相馬39秒8、4番手木村航基選手、ちょっとでも進化を見せたい木村選手、4タイトラよりもかなり速くなっています。さらにベストが出ました、44秒193。さあどうか、37秒8上がってきました。岡田ひなたあと2周回、おっと片田選手9秒1、速くなっています、かなり速くなっています。そして長谷川選手が39秒8という感じ。この次はキッズバイクです。この次はバンビーノ、この次は74バンビーノです。現在はキッズバイクの決勝が行われています。次で最終周回となります。岡田ひなた、さあ最終周回ファイナルラップへと岡田ひなたが入ってきました。これが最終周回です。堂々の独走となりました岡田選手。このラップは前がちょっと詰まっていたんで、片田2番手、長谷川3番手、4番手木村という体型です。これがラストラップです。さあチェッカーフラッグ、
用意されました。最後にレコード、これが本当に最後になりますが、レコード出るか。さっきは7秒4までいってたんで、なかなかレコード出すって本当に全ての条件が揃わないと出ないわけでありますが、ラストのチェッカー、さあ岡田ひなた、どうぞヒツバイク優勝のチェッカーフラッグ。ここはタイムは伸びませんでした。そして第2位が、その前に4位の木村選手ゴールイン、そして岡田選手が第2位、そして3位に長谷川相馬選手。今日ダブルエントリー、この後74大二郎でも走ります長谷川相馬が入りました。